さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今ゴールデンウィーク真っ最中なんですけど、僕は基本的に今年のゴールデンウィークはどこにも出かけたりはまあしませんね。もう普通に地元でのんびり過ごそうかなって思っております。はい、今回は動画のタイトルの通りなんですけど、僕の好きな変形合体ロボを紹介したいと思います。ちなみに初めて見る方にも説明しますけど、僕は普段レゴのレビューとかや自分で作った変形合体レゴロボの動画を出しています。はい、それでは僕が好きな変形合体ロボを紹介したいと思います。はい、それでは紹介していきたいと思います。ちなみに今回は年代順じゃなくて僕の年齢順で紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。じゃーん、魔法戦隊マジレンジャーのマジキングです。これは僕が5歳の時に発売されたスーパー戦隊のロボです。これね、当時ねめちゃくちゃ欲しかったんですよね。これは変形合体ロボ好きなら誰もが持ってるであろう傑作品なので、これはめちゃくちゃ素晴らしいです。続いてはこちら、55戦隊冒険者のアルティメット大冒険です。いや、これもね、もう衝撃を受けましたね。当時僕は6歳で、小学校1年生でした。これね、本当はね、買ってもらえるつもりだったんですけど、実を言うと結局は買ってもらえませんでした。当時これのミニプラ版はもう全部持ってました。ミニプラ版でめちゃくちゃ遊んでました。当時のスーパー戦隊最多の10体合体が、このアルティメット大冒険です。ちなみにこのアルティメット大冒険は大学4年生の時に買いました。で、このアルティメット大冒険なんですけど、ちょっと塗装ハゲとかがあったので部分的に塗装しました。まあ、こんな感じで状態がいいように頑張って塗装しました。まあ裏話なんですけど、実はこれ全部揃えるのに一番大変だったのはゴーゴージェットでした。大冒険よりは1000円高かったです。はい、続いてのロボなんですけど、もう伝説級、僕が変形合体ロボ大好きになったきっかけのロボです。それがこちら、よいしょと。はい、こちらのエンジンをジェテルムです。いやー、もうね最高。はい先ほども言ったんですけど、これは僕が変形合体ロボに目覚めたきっかけのロボであって、スーパー戦隊のロボの中で一番好きだな、このエンジンオ G12 です。実は言うとこのエンジンオ G12 なんですけど、僕当時持ってませんでした。持ってたのはエンジンオだけでした。他のエンジンはそのまあなかなか買ってもらえなくて、テレビでエンジンオ G12 出た時にもう絶対欲しいと思ってたんですけど、当時ね僕モンハンにすごいハマってて、クリスマスプレゼントどっちにしようかなって思ってたんですけど、まあちょっと友達離れ嫌だなということもあって、まあ結局モンハンの方に行ったんですけど、まあ僕はその時軽い気持ちで、まあいつか安くなって買えるでしょって思ってたんですけど、これが超人気ということもあって、これを買い揃えるのがめちゃくちゃ大変でした。僕が大学3年生の時にこれ買ったんで、3万円いったかいってないかは分かんないですけど、多分3万円はしました。これはね本当に買ってよかったなって思います。これの何がすごいかっていうと、全部で12体のエンジンが3体ずつ合体して4つのロボになっていて、でさらに1つもパーツを余すことなく全部が合体していくところが本当に素晴らしいと思います。僕にとってスーパー戦隊のロボはこれなんだって僕の中では思っています。このロボがきっかけで僕は全合体とか変形合体にめちゃくちゃこだわるようになりました。なのでこのエンジンオ G12 こそが僕にとってのもう超お気に入りの傑作品でございます。そうそう、ちなみにこれの翌年のサムライ戦隊真剣じゃのサムライハオ、これは全部持ってました。いつかサムライハオも状態のいい中古品とか探して買い揃えたいなって思っております。続いてはこちら、特命戦隊ゴーバスターズのグレートゴーバスターです。ちなみに僕はこれデラックス版当時持ってなかったんですけど、ミニプラ版は買ってました。まあ当時これミニプラ版しか持ってなかったんですけど、これいつだったっけな、確か高校1年か2年の時にこれのデラックス版が Amazon ですごい安売りされてたので買いました。1万1000円いったかいってないか忘れたんですけど、1万円台で全部買い揃えました。はい、続いてはこちら、手裏剣戦隊ニンニンジャーの覇王手裏剣人です。これはね、かっこいいところじゃなくて、もう衝撃の連鎖でしたよね。まず1号ロボのコア部分が操縦席になっているところがめちゃくちゃ斬新で面白いと思って、で、さらにこの1号ロボの手裏剣人がめちゃくちゃ稼働して、この覇王手裏剣人で進化を発揮したと言っても過言じゃありません。いや、これはすごいな。1号ロボの手裏剣人がコアロボになって覇王手裏剣人を操作するというところがめちゃくちゃ面白いと思いました。実は言うとこれ、正規の覇王手裏剣人じゃなくて、これ僕改造してるんですよね。この角の部分なんですけど、これを取るとこれが正規の覇王手裏剣人なんですけど、どうしてもバイソンキングはこの腕のキャノン砲だけだとちょっと寂しいので、どうせだったらもう一個追加しようと思ってつけたのがこれです。こっちをつけた方が余計覇王手裏剣人感出るなって思って、僕はこういう感じで飾っています。これちょっとね、ほんと好きな人には申し訳ないんですけど、これの4号ロボと激アツ大王は僕買ってません。これの最終合体の覇王激アツ大王はあるんですけど、これね
手裏剣人丸々余っちゃうんですよね。僕ね、変形合体ロボで絶対しないって決めてるのは余りパーツを出さないことなんですよね。この前紹介したポリスガーディアンロボとポリスハンターロボ、あれね、余りパーツ出ちゃうんですけど、あれはまあちょっとどうしても見栄え重視のために必要なものであって、まあ余りパーツっちゃ余りパーツなんですけど、まあちょっとレゴの都合上どうしても余っちゃうので、まあこれはしょうがないかなって思ってます。個人的にライオン派を最終合体ロボにしとけばまあ良かったんじゃないかなって今でも思ってます。はい、続いてはこちら、動物戦隊ジオージアのワイルド搭載キングです。これもね、もうすごいかっこいいと思いました。これ当時強化合体ロボで3号ロボがベースになってるのがめちゃくちゃ衝撃でした。ジオージアについては当時マインクラフトが流行ってたのと、スーパー戦隊が40周年記念ということもあったので、だからキューブにしたんじゃないかなって思ってますけど、これのすごいところはもうキューブらしさがすごい出ているので、四角いデザインを崩さずに合体してるところが本当に素晴らしいと思います。で、実を言うとこれの4号ロボのドデカイを買っていません。なんでかっていうと、これで全合体するって当時は僕すごいワクワクしてたんですけど、いざ全合体したらこれパーツ余るんですよね。いやー、ちょっとこれパーツ余らなかったらもっと良かったんじゃないかなって思ってて、確かこの剣とキャノンとこのキューブライノスのこの2台部分と頭部が余っちゃうので、もうこれさえなければ僕はね、もう買ってました、実を言うと。ワイルド搭載ドデカキングもキューブらしさを残してるので素晴らしいと思ってたんですけど、もうね、余りパーツが出た時点でもう買わないと決めてました。まあそれもあって、ニンニンジャーと獣王者のロボは3号ロボまでしか買っていません。はい、続いてはこちら、創生のアクエリオンのデラックス超合金創生合体アクエリオンです。はい、こちらは僕が高校2年生の時に買いました。ちなみにこれが僕にとっての初の超合金です。僕は超合金を触ったのがこれが初めてで、当時はもうほんと衝撃的でしたね。これが超合金なんだ、重い冷たいってなりました。で、アクエリオンの何がすごかったのかというと、この3つのマシンがそれぞれ胴体、バックパック、下半身になるというところが連携合体に凝っているのが素晴らしいと思いました。で、実を言うとこの超合金のアクエリオンが僕にとって変形合体レゴロボを作るきっかけになったロボでもあります。ぶっちゃけな話を言うと、この超合金アクエリオンなんですけど、出すのも片付けるのもめっちゃ大変なんですよね。はい、続いてはこちら、百獣戦隊ガオレンジャーのデラックス超合金ガオキングです。はい、ここに来てガオレンジャーの超合金です。ちなみに僕が持っているおもちゃの中でこれが一番古いです。この光り輝くメッキ、そしてこの輝く合金、めっちゃ最高です。ちなみに僕ガオレンジャーの超合金についてはガオゴッドとガオライオン以外は全部持ってます。で、ちょっと本当に言い忘れてたんですけど、先ほどのアクエリオンも実は強行型持ってます。これは今でも手に取って遊んでいます。めちゃくちゃどうでもいい話なんですけど、僕ツイッターで超合金のレゴブロック欲しいんですよねって言ってたんですけど、これを作りたい。ガオキングや昔のスーパー戦隊の超合金トイをぜひ作ってみたいんですけど、どうしても超合金のレゴブロックが欲しいんですよね。レゴ社の皆さん、ぜひ超合金のレゴブロックをぜひご検討お願いします。そうそう、ちょっと余談なんですけど、このガオホワイトの女優さん、うちの地元出身です。徳島県民の人です。で、それと王様戦隊キングオージャーのスパイダークボノスの俳優さんも徳島県民です。いや、もうすごいな。これで徳島出身の特撮ヒーローがこれで3人目ですね。はい、そして最後はこちら、アバタロー戦隊ドンブラザーズのポラドラ鬼退陣です。いや、これはね、もう満足感が半端ないです。ちょっと比較でガオキング持ってきたんですけど、これ高さはガオキングのほぼ2倍もあります。めっちゃめちゃでかいです。これちょっと好きな人には申し訳ないんですけど、僕ドンブラザーズ見てないんですよね。もう単純にこの合体ロボが好きすぎて買いました。このトラドラ鬼退陣も今でも飾っていて、たまに遊んでいます。はい、今回紹介した変形合体ロボを全部机に並べるとこんな感じです。今回紹介したロボはほぼスーパー戦隊のものなんですけど、やっぱどの変形合体ロボもめっちゃかっこいいですよね。これは変形合体ロボが好きな人にとってはもうこれ夢のようですよね。ちなみに変形合体ロボについては今後はまあ趣味程度で集めたいと思っております。今放映されているキングオージャーについては、なんかスーパー合体してかっこよかったら一式買おうと思っております。で、まあちょっと聞かれそうな質問になると思うのでもう答えるんですけど、僕実は欲しい変形合体ロボがあって、それは鳥獣戦隊ライブマンのスーパーライブロボです。あれはね、もうめっちゃくちゃ欲しい。このスーパーライブロボがスーパー戦隊初の強化合体ロボということもあるので、これはぜひ欲しい。本当にこのスーパーライブロボがあってのこの強化合体なので、スーパーライブロボについてはもう絶対に手に入れたいと思います。
はい、ということで僕が好きな変形合体ロボを10種類紹介してみました。最後に僕が一番好きなエンジンを G12 並べてるんですけど、やっぱめちゃめちゃでかいですよね。僕個人的に言えばこれを超えるロボってもうないんじゃないかなって思っております。で、僕の当面の目標としてはサムライハオー1式とスーパーライブロボ1式は絶対に買おうと思っております。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。